ありがとう。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんからの応援というか、お誕生日おめでとうのメッセージ、本当に嬉しいです。ありがとうございます。違う内容だと思いました。なんか本当に仙台クリアス、これからどうしていくかみたいな感じだと思ってました。マイピー、アッチー、ニューちゃん、サキちゃん、本当にありがとうございます。私もまだまだこれから頑張らないといけないこととかありますので、これからね、仙台クリアーズを5人で引っ張って、クリアーズ全体を引っ張って、私たちリカマヤがずっと憧れてたアイドルのてっぺん取りに行きたいなって思ってます。これからもよろしくお願いします。ありがとう。皆さん本当にありがとうございます。ツイッターでコメント数見て本当に驚きました。佐藤さんの卒業の投稿の時に反響がすごく多くて、お母さんと話してて、佐藤さんの卒業の方が私たちの投稿より反響多いねみたいな話をしてて、でも私のお誕生日のおめでとうっていうコメントの方が多くて、私はすごく安心しました。次MC で言おうかなと思ったので、本当に安心しました。ありがとうございます。インスタでもツイッターでも本当に温かいコメントをたくさん見られて、私アイドルやってて本当に良かったなって改めて思いました。皆さんぜひ、皆さん本当にありがとうございます。感謝です。私の仙台クリアーズのリカティンとしての目標は、やっぱりずっと憧れてたアイドルのてっぺんをこの仙台クリアーズの5人で取りに行くことです。ひよりさんみたいにキラキラしてて、みんなに愛されて元気づけられるアイドルみたいになりたいです。頑張ります。はい、そして個人の岩井理香としての目標は、やっぱり私の歌とか演技とかでいろんな人の心の支えになりたいし、元気づけたいし、私が何かして、私が皆さんに何かしてあげたいなと思ってます。誰かの助けになりたいなって思います。頑張ります。
不思議ね君といるとくよくよしていてもきらり心晴れるね虹の空目上がりの太陽が照らすこの胸にあふれる愛今届けたいどんなに離れててもきっと強くつながっているから空に描いた願いはきらめく二人の未来いつも君を思うけれどもしも泣いちゃいそうな時は強く抱きしめて